薄いピンク色がカリブプレート1900から2016年にかけてのプレート周辺の地震カリブプレートはカリブ海および中央アメリカの一部南アメリカ大陸北部の一部の近くおよびマントルカ型のリソスフェアを形成する大陸プレートである北アメリカ大陸と南アメリカ大陸は分離したまま西に移動し白秋の後半に最も離れる その後、両大陸の間の近くがカリブプレートとして分離し、両大陸は逆に近づいていった。最終的には両大陸がパナマ地境を介して地続きになるに至った。両大陸が近づく過程で、カリブプレートは全方向から圧縮されたため、次第に小さくなっていった。プレート境界部分では、作り山運動が盛んで、多くの島や半島などを生み出した。 エルサルバドルからコスタリカにかけての太平洋岸は中央アメリカ海溝の一部でカリブプレートの下にココスプレートが沈み込んでいる。パナマ南岸はナスカプレートとの境界、パナマコロンビア国境地帯は南アメリカプレートとの境界で衝突型境界やトランスフォーム断層などと推定されているが不明瞭である。コロンビア北岸ではカリブプレートが 南アメリカプレートの下に沈み込む海溝となっている。アルバ近海、カラカス近海、トリニダード・トバゴ東方沖までは、拡大型境界やトランスフォーム断層で、ここでも南アメリカプレートと接している。ショーアンティル諸島の東岸は海溝となっており、南アメリカプレートがカリブプレートの下に沈み込んでいる。この海溝では、プレートの沈み込みの影響で、 コアンティル諸島の諸火山が活動している。アンティグアバーブーダ付近からは北アメリカプレートとの境界となる。この付近では大アンティル諸島北岸のプエルトリコ海溝と南岸の海溝のどちらがプレートの境界であるか議論があり、定まっていない。キューバ南岸より西側はケイマン海溝が境界をなしていることがわかっている。ケイマン海溝はグアテマラに達すると 拡大型境界に代わり、中央アメリカ海溝まで続いている。この地帯を震源とする地震では、2010年に発生した M7.0 を観測したハイチ地震と2018年に M5.8 を観測したハイチ地震が有名である。また、2021年にハイチ付近を震源とする M7.2 を観測する地震があり、死傷者を 多数出した地震が近年多発している。ハイチで M7.2 の地震、少なくとも304人死亡。アフプブ、https コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ 3361727CX アンプイコールオールーーアクトイコールオール2021年8月15日、閲覧。 ありがとうございます。